こんにちは、のーです。パワープロプリやっていきます。今回は無課金美課金向け救援極みパワープロの日2023スペシャルステップアップガチャ、引くべきかステイすべきか解説させていただきます。よろしくお願いします。ということで、いつもの結論からいくやつですね。今回の西矢田ガチャに関してですが、無課金美課金の方ともどもスルーでいいんじゃないかなと個人的には思っています。ただし、この厳選キャラですね、あまり解放が進んでいなくて全体的に底上げできそうだという手持ちの方に関しては引いておいても全然損はないかなっていう感じです。例年のパワープロの日のガチャに比べるとちょっと厳しい点が多いかなというところなので、まあそのあたりを解説していきたいと思います。はい。でですね、まずですね、この厳選キャラはかなり強いと思います。上からアレフと翼、同衛、パーちゃん、ガーちゃん、虹谷、兄弟、そして、霧崎、キリルの別バージョン、チビルミナ、そして、かぐや。で、大筒のキャラたちもそうですし、まあ、サイキッカーのルーカスとか、あとは、まあ、時と泉は、まあ、使われる方のキャラクターたちですね。入っていたり、まあ、石沢演武とか社長。まあ、このあたりの今、を輝いているキャラクターがしっかり入っているっていう厳選なのは非常にいいことかなっていうふうに思います。ただこの辺りのキャラって、まあ、別の動画でも話したんですけど、まあ、つぶさに引いている方々は、まあ、50になっていたり45になっているキャラクターが、まあ、多すぎるっていうのが、まあ、最近は傾向としてあるかなっていうところなのと、あとは、まあ、例えば、佐伯とか山口とか、このパワープロの日の前にガチャ来ましたけど、まあ、あのあたりのキャラクター、まあ、ガチャの仕様ですね、が、まあ、こう、50にしやすかったとか、45を作りやすかったっていうのもあって、この西矢田のガチャ、まあ、特に西矢田ですね、100連じゃ、まあ、ほんと R も出ないみたいなところが、まあ、かなりあります。僕もサバカの方を引いて、まだこっちの方がどうしようかなっていうぐらいになっているんですけど、まあ、SR1 枚、まあ、2枚出たら、まあ、ほんと上々ぐらいの感じの方が多く見受けられるかなっていうふうに思ってます。まあ、この西矢田のキャラクター性能に関しては、まあ、全く疑う余地もないほど強いので、後ほど紹介したいと思うんですけど、まあ、確認の意味も込めてね。なので、まあ、そこでこのガチャは支えられているんですけど、まあ、今まで来ていたいろんなガチャにこう比べてしまうと、まあ、そちらに正直、こう、ファーストーンをね、さばいていた方が、まあ、総合的にデッキ強くなるんじゃないのかなっていうのはあります。まあ、本当にソードリとか、ニサインとか強いし、まあ、サバカの方も、ニサインの方が入ってきて、まあ、かなりありがたかったにはありがたかったんですけど、まあ、今、サイキッカーやるかとか、言われると、まあ、ちげえよなっていう、まあ、秋口にね、投手強化おそらく来ると思うので、その時にまた輝いたりもすると思いますし、まあ、他のキャラクターもね、粒揃いっていうところはあるんですけど、まあ、正直西矢田以外今いるかって言われると、まあ、そんなに必要ない。まあ、大津キャラ出ればいいけど、まあ、それもね、26キャラっていう厳選にはなっているので、結構厳しいかなっていうふうに思ってます。なので、なんかほんと45を作っていくんであれば、やっぱ博士像とかの枚数かなり重要になってくるし、100連とかね。まあ、200連要求されてなんとかっていう感じだと思うので、まあ、45、まあ、50とかになると本当400連ぐらいは、ま、見とかないとっていう感じになっているので、まあ、下手すると600連ぐらい、博士像何にもなかったら。っていうところなので、まあ、かなりコスパがねっていう感じは、まあ、最近のガチャではあるかなっていうふうに思ってます。そして、まあ、チケットガチャに関しても結構厳しいかなっていうふうに思っていて、この選択権ですよね。画像で出しておくんですけど、まあ、本当に上の方のキャラクターたち、まあ、ケヒャールとかキリル、そしてルーカスで、サイキッカーのキャラたちで、アンコちゃんとかぐらいになってしまっているんですね。なので、まあ、この選択ガチャ券の価値自体も、まあ、この70連、80連を引いて取るべきなのかなっていうところも、今回こう悩ましいところなんじゃないかなっていうふうに思ってます。僕の方のサブアカに関しては、まあ、西谷に抜けたらいいなっていうのもあったし、まあ、西谷の50を狙えるっていう、ちょっと特殊な感じだったので、引いてはいったんですけど、
まあ、ちょっとコスパがなどうなんだろうなっていうところで、まあ、本垢の方が逆にねどうしようかなっていう感じ。まあその50のキャラがね、仮にポン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 、まあ、かぐやとかニシタニとか、まあ、ソードリもそうですけど、まあ、高レベルのキャラクターがポン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 出てこられると、なんか100連してほんと収穫ゼロっていうのが普通にあり得るので、まあちょっとまあ年々感じていたことではあるんですけど、今年は特に他のガチャがいいだけに顕著かなっていうふうには思いますね。まあ特に本当に最近のガチャとかは10連20連30連とかでポポポンって再起出て、まあ、変換券でみたいな感じのお手軽な感じだったので、なんかそういうガチャが増えている中で、まあ今のこの形式っていうのは結構厳しいんじゃないかなって個人的には思っていたりはします。まあどうでしょうね、なんかそれだけがっていうことではないとは思うんですけど、まあ本当に年末もね同じような形式だとなかなか厳しいんじゃないかなっていうふうに思います。まあ本当にこういろんなガチャが引きやすくなったっていうところもあって、まあそろそろこの、三大ガチャイベントですね、まあ春も込みで、まあパワープロの日、そして年末ガチャもちょっと進化、いい意味でねしてもらえるといいのかななんていうふうには思ってます。やっぱねピックアップがね100連過ぎてからっていうのが結構しんどい。まあ確かに背丈もついてて、まあ、今までは良かったんですけど、即戦力級のキャラが入ってきたんで、ただ今回はその即戦力級もちょっとチケットで選べなさそうだなっていうところもありつつ、まあ、この西矢田がみんな欲しいところで、まあ、100連目までいかないとなかなか SR も出ずっていうところだとは思うので、まあ、豪運の方は違いますよ。まあ、僕みたいな本当運がケチョンケチョンのやつはそういう風に思っちゃうんじゃないかなっていう風には思ってます。なので、まあ、本当にこのピックアップのキャラクターたちの、まあ、持っている割合、解放している割合が本当にこう少ない方とかは、まあ、かなり強くなるし、あとは、まあ、博士像が大量に残っていて、まあ、西矢田別に最悪100連の1枚でも、PR1 枚ぐらい出ればなんとかなるわっていうところの方であれば、まあ、いいのかなっていうふうには思ってます。まあ、それ以外の方は、まあ、もしかすると、秋口にコラボ組んのかな？まあ、コラボとか、あとは、投手強化ですね。まあ、おそらく10月か11月かわかんないですけど、まあ、それぐらいに例年来ているので、まあ、そっちのに石を貯めておいた方がいいんじゃないのかなっていうふうには思ってます。なんか本当にね、こう、例年パワープロの日のガチャって、まあ、脳死で引けじゃないですけどね。っていうところではあったんですけど、もう本当にこう、いろんな改善が行われて、いろんなガチャが強くなって、引きやすくなったがばかりに、ちょっと割り送っているのが今年23スペシャルステップアップガチャになってしまったんじゃないかなっていうふうに思ってます。まあ、いい方向にいい方向に、こう、進んだ上での話になっているので、まあ、ここもね、今後いい方向によりなっていくことをね、願いつつね、まあ、この動画締めさせていただければいいかなっていうふうに思ってます。まあ、西矢田の強さは全く否定しないし、もう最強クラスのキャラもこいつ入れないでどうやって大筒やるんだぐらいの、まあ、佐伯と二刀になったので、まあ、入れていく、まあ、借りていくっていう感じにはなると思うんですけど、まあ、そんなに無理して作るっていうよりは、まあ、借りられる方は借りる。まあ、博士像があるとあって45以上作れる方は、まあ、ちょっと検討する。まあ、手持ちが少ない方は、まあ、普通に100年引いても全然損はないし、まあ、全体的に強くなるんで、まあ、引いていけばいいんじゃないのかなっていうのが僕が感じるところでございました。ぜひぜひ皆さんのご意見もお聞かせいただければ嬉しいです。今回の動画は以上となります。ぜひ皆様のチャンネル登録、高評価、コメントで応援いただければ嬉しいです。また次の動画でお会いいたしましょう。